最高月収いくらぐらいなそれ。確か、一番いい月で万くらい。まあ、JK は稼いでるもん。親より稼いでんじゃん。まあまあまあじゃないやろ。先接待とかしたらさ、絶対さ、追加料金めちゃくちゃ取るやんか。それの場合はいくらぐらい取るわけやん。ぐらいって。え、一回まあ、パパ活を実際にしてる JK にパパ活の闇を暴いてもらおう。よいしょー。皆さん、パパ活ってめっちゃ未知な領域じゃないですか。そもそもなんでパパ活するかわからんし、何を通してパパと女の子が出てるかもわからんし、出会ってからもう実際何してるかわからんやんか。俺の中では一応性的接待とかそういったもののせいのがパパ活やと思ってんねんけど、もしかしたらっていうか、まあ、全然してる可能性もあるし、てかしてるってなった場合、女の子が相当なお金を要求してると思うんだよな。その金額の相場感って、まあ、もちろん僕16歳で、ね、パパやったことないからわからんし、視聴者さん的にも多分年齢層的に多分わかんないと思うんですよ。でもこれ系って気になるやん。今日はね、俺が教えたる。知りたいでしょ。気になるでしょ。任せ。俺が教えたる。見ていただいて分かるとおり、これいつもと家違うんですけども、まあ、今一時的に大阪帰ってきてて、僕のリア友の JK でパパ活やってるやつがこの人ね。なんで、そいつにね、直接ね、いろいろ聞いちゃいます。てか JK がパパ活してるって怖いですよね。もしかしたら、自分の娘とかもやってるかもしれへんって考えたらめっちゃ怖ないですか、なんか。まあ、特にこの動画で女性のね、闇的な深層心理部分をね、理解することができると思うんでね、ぜひ最後の方まで見ていただければなと思います。こりもっこり、まっ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 こりもっこり。はい、やってまいりました。来てくれました、パパ活友達が。ちょっと一瞬映しますね、モザイクですけど、よろしくお願いします。イエイファイらしいです。まずやねんけどさ、なんでそもそもパパ活するん？お金がちょっと困ってて。うん、じゃあそんな可愛らしい声で別に喋らんで、普通のさっきまでの声でいいから。お金に困ってて。お金がなくて、小時期やから遊んでたから、お金が困ってて、どうにかしたいな、すぐ欲しいなと思って。あ、なるほど。バイトとかやったら結構時間いるけど、すぐパッてやってすぐもらえる。じゃあおじさんイコールお金みたいな。まあそんな感じ。ああ、そんな感じ。おじさんお金で見てると。バイトじゃ嫌な。大阪やん。時給1000円ぐらいやん。いやでも楽してお金もらえるから。あ、楽してお金欲しい。楽して稼ぐっていうのは、まあ後で聞くとして、パパ活のさ、そのパパってさ、どこで出会うん？え、なんかインスタとかツイッターとかで。インスタ？インスタって出会い機能なくない？ハッシュタグとかつけたら、それでなんか言ってきてくれるおじさんたちがおってみたいな。ああ、写真とかで、あれ？プリントクラブとか JK とか彼氏募集とかってなってて、それをおじさんたちが JK とかって検索して JK のとこ行ってるの。まあそんな感じ。あ、なるほどね。え、マジ結構来るのそれ。そのハッシュタグつけたら来るみたいな。ええー、何件ぐらい来るの？1個で投稿10件とか。マジ？だってさ、そんなさ、インスタ投稿しへんやん。違う枠がある。違う枠。違う枠。そう、パパ活用のアカウントみたいな。え、何？パパ釣るためだけのアカウントがあるの？そうそう。うわ、怖っ。マジ？パパ専用の。そっか、あからさまに。そっか、そんなハッシュタグつけたら。そう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 、友達に。そっか、なるほど。ツイッターもハッシュタグ同じような感じ。同じなんや。へぇ、アプリとかじゃないねんな、そういう。Tinder みたいな、そういうのがない。でもそれでもやってる人多いんじゃないかな。あー、なるほどね。あ、でもインスタが主流。おー、インスタが主流ね。なるほど。実際さ、パパ活って何するん？おじさんとご飯食べに行ったり。あー、あ、もうご飯。うん、ご飯しかしたことない。ご飯しかしたことない。あ、ピュアな。ピュアな友達よかった。もうご飯っていうのはマジで普通にご飯に行ってナンバとかでなんかご飯食べて、それでお金もらう。そう、そんな感じです。おっさんとそんな喋ることってさ、言うてないやん。興味ない人のおじさんと。それ1時間だけでさ、なんぼもらえるの？え、なんかおじさんとかの人の交渉とかにもよるけど、うん、私は1時間で5万円ぐらい もらうかな。5万円ももらうの？ 1 時間で。時給5万円？アルバイトやったら50時間でしょ。一番いいおじさんは。うわ、あ、いいよ。ええー、マジ？ご飯2時間とか ?1 回。まあ、人に、まあ、その時によるけど。まあ、1、2時間やんの。え、1、2時間で5万から10万。マジか。まあでも最高が5万。よくて5万やんな。最高、最高。最低はのやってるの？最低は。私は3万。3万っていかんかな。マジ？激怒してんね、画面の前のみんなこれ。アルバイト。30時間と1時間が一緒ってことやもんな。うん、パパ活えぐいな。俺もパパ活やりたいな。さあ、ちなみに時給5万とかやったらさ、最高月収いくらぐらいなそれ。確か、一番いい月で80万くらい。80万？マジか。まあ、マジ80万。 JK 80万稼いでるの？親より稼いでんじゃん。まあ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 じゃないやろ。まあじゃないやろ。80万。80万くらいかな。マジで言ってる？すげえな。80万。え、80万円とは別に、その毎回美味しいご飯連れて行ってもらってんのやろ。なんか要はストーリー載せてるやん、肉寿司とか。そうそうそう、肉寿司。こいつめっちゃ肉寿司で、ね、ストーリーに載せるんですよ。肉寿司と、あとウニの軍艦みたいなのめちゃくちゃ載せるんですけど、肉寿司をこう直バーナーみたいなのこう炙ってるのを。だってあれとかも全部おごってもらってるやろ。そうそうそう。で、飯代とで、なんかブランド物とかも買ってもらえるんじゃん。そうそうそう。いつも持ち歩いてるやつとかも全部パパからもらって。おーい、今日のやつも。今日もそれも。それも。あ、それも、あ、パパからもらったやつなんや。え、じゃあもう実質さ、飯代、ブランド品買ってもらった代、もらったお金代でいつも100万超えてるわけよ、余裕で。まあ多分。
やば、マジでやばいやん、お前。すげえ、俺も YouTube やめてパパ活しようかな。それさ、パパ活友達みたいな知り合いでさ、もっと稼いでる人とかおったりするの？なんか私の知り合いの知り合いは、うん、知り合いの知り合い、あ、知り合いの知り合い、あ、知り合いの知り合い、あ、結構遠い、知り合いはなんか170万ぐらい、170万、なんか毎日パパと会ったりしてやってて、なんか他にもなんか時計とかもいっぱい買ってもらってたから、あ、ブランド品とか、そう、実質200万ぐらいやってたんじゃないか。マジ1ヶ月でやろ、1ヶ月でもうおかしなってるよな、金銭額。それバイト戻られ、普通の生活無理やんな、その無理無理、やば、え、どうやってんだよ。パパって専属なの、それとも複数によって日によって違う？それも人による。まあ、そっかそっか、よりきりか、よりきり。え、自分はあれなの、その複数人パパおるタイプ、それとも単発パパ？え、だから複数人おるタイプ。あ、複数人タイプ。え、何人ぐらいおる、ちなみに？1回だけの人とか、うん、常連さんとか含めたら、うん、まあ50人ぐらい。50人？まあ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 、そんなもん。結構や。え、50人のパパとご飯行ってるの、マジで。ちょっとなんか嫌やな、おじさんの匂いしてきた、この部屋。リピートせんとさ、多分やめていくおじさんもおるやんか。え、だから自分に合うか合わんかみたいな。コテおじさんは何人ぐらい？コテおじさんは、うん、まあ8人ぐらいかな。あ、8、あ、まあそんなもんなんや、うん、あ、じゃあ割と結構使い切りが多いね、うん、安全なおっさんだけで言ったらやっぱりそうやもんな、そのあれにかけたらな。なるほどね、少なくなるんか。パパ活さ、その今も言ったけどさ、怖ないん？え、怖い、初めは怖かったけど。パパ活っておじさんが女の子を襲うっていうイメージ、襲うっていうか性接待とかあるんかなと思ってんけど、性接待とかってないん？なんか性接待もあるけど、でも私はご飯しかしたことない、うん、性接待なし。あ、よかった、なんかよかった、うん、嬉しいわ、よかった、ありがとうございます。なんか俺のイメージでは性接待する人ばっかやねんけど、実際どんなもんの？え、でも実際意外としてない人の方が多い。あ、意外としてない、あ、してない人の方が多い気がする。意外としてないんよ。まあおじさん性接待、そっか、嫌やもんな。そうだ、性接待とかしたらさ、絶対さ追加料金めちゃくちゃ取るやんか。それはそれの場合はいくらぐらい取るわけなの？いや、私はしたことないから。あ、そうか、そうか、知り合いの話。でも知り合いが聞いたのは、まあ20万ぐらいっていうのは、20万、え、1回20万円1回、多分2回。ほんまに金持ちの遊びやな、じゃあパパ活って。僕あんま詳しくないですけど、風俗店みたいなのって1時間1万5000とかって聞くやんか。多分分からんけど、あんま知らんけど、市場のあれがだって10倍以上やろ。あ、でもそっか、10倍以上でも、そっか、可愛くて元気の、そっか、若い女の子とやれたら。え、でもそれあれやもんな、てか、え、アウトじゃない、犯罪じゃない、遠行じゃない、それって。政府のかな？政府なんてない。政府なんか、ギリギリ。グレーゾーン。でも女の子がさ、それさ、お金もらってたとしてもさ、もう私おじさんに無理やりされましたっつったら、もうおじさん捕まるもんな、うん、やば、そういう世界か。うーわ、恐ろしい。20万も稼いでんのか、マジか。じゃあ僕も、あの、全然20万円払ってくれたら僕も体売るんで、20万円でぜひ、あの、性接待を受けたい方、あの、僕のインスタの DM でお待ちしております。え、それさ、性接待20万でさ、まあ、ぶっちゃ気持ち悪いけど、でも20万もさ、もらえるんやったらさ、全然いいよってなったりせえん？いや、いいけど、まあ、うん、彼氏おるから。彼氏おるん？からまあ、そういうのはちょっとな、一線引いとこうと思って。一線引けてないし、思いっきし超えてるし。彼氏おるから。え？彼氏おるん？まあ、一応。え？いや、一応じゃ、え、彼氏おる、まあまあまあ、言ってるそれ。彼氏にパパ活してる。彼氏には隠してる、一応。彼氏には隠してる。アウトやろ。え、じゃあもう彼氏おらんかったら接待してる？絶対してる気がする。すんねや、やっぱでも。うん、え、こいつのスペック。今、彼氏持ち、月収80万、週2で寿司と肉。やばいな。いいレストランとかばっか行ってさ、で、ブランド品もどんどん増えていくわけやん。なんか彼氏さんとかに感づかれへんぞ。あー、わかれへんけど、まあ。気づいてへんの彼氏さん。多分気づいてはないと思う。アホやから。アホな、アホな。え、幸低いもんな。そうそうそう、幸低いカップルやもんな。マジか、やばいね。パパ活結構やばいねんな。パパ活やってる人で言ったらさ、結構多い。チラホラみたいな。あ、そんな、でもおんねんな。俺がさ、たまたま今撮影やからさ、教えてくれてるけどさ、同級生の男には別に自分から言わんもんね、絶対。私パパ活してるって。うわ、怖い。だから、みんなが、あの、好きな女の子、恋してる、気になってる女の子、もしかしたらパパ活してる可能性があるってことやもんな。おじさんにまた開いてる可能性あるってことやもんな。せやな。うわぁ。嫌やな。俺も女の子に生まれ変わったらパパ活していっぱい稼ぎたいな。ということでね、僕も性接待20万円から受け付けるんで、僕のね、性接待したい方は、あの、顔写真と意気込みを書いて、これぐらい出せますっていうのも書いた上で、あの、 DM してくれるとありがたいです。それじゃあ今日ここまでありがとうございました。あ、第1回ファンの家に泊まってみた、よいしょー。あ、もうすぐですか。あ、ありがとうございます。ゆうせいろうです。背徳感半端ない。あ、おいっす。ありがとうございます。あ、よろしくお願いします。本物ですか？本物です。はい、いただきます。てか、そろそろお風呂入ります？あ、ほんまや。お風呂、そうですね、お風呂入っちゃいます。ファンの家に今から僕お風呂入ります。やばい、背徳感めっちゃのしかかってくる。え、一緒に入ります、よかったら。
もうこれツイッター情報なんで本当かわかんないんですけど、クリスマスの日にプレイしてできた子供って計算したら10月4日前後に生まれるらしいんですよね。10月4日前後。それでは聞いてください。俺の誕生日10月7日。